はい、皆さんこんにちは。今日のねサブチャンネルはこちらのマジェスタ。この前ね動画一本上げてると思うんですけど、整備の方をしたねあのマジェスタですけど、こちらのね今度オートマオイルの交換ですね。ただねやっぱり最近の車っていうのはねレベルゲージがないっていうのはもうちょっと前から当たり前ですけど、またねハイブリッド車とかになると買い方が特殊だったりとか、これがねオイルを入れるところ、まあ、要はレベルゲージがない車っていうのは側面にねだいたいオイル入れるのがだいたいついてるんですけど、これなんかないっぽいんで、まあ参考書を見るとね横に走ってるホースを抜いてそこから入れてくれみたいなこと書いてますけどね、まあうちの方はまあ下から入れれるアダプター持ってるんで、まあそれを使うんですけど、まあそういったとこ諸々を踏まえてのまあオートマオイルの交換、ストレーナー交換、オイルパンの製造ですね、まあそういったのをやっていくんで、まあそちらの動画の方をね皆さんご視聴の方お願いします。はい、今からね、オートマオイルの、ね、交換をします。で、よいしょ。まあ、こちらのね、カバーを外して、まあ、オイルパンのオイルを抜いて、オイルパンを外して清掃するっていうところですね、まずは。はい、オイルパンを外すのに、今ここの部分にあったバーを外したんですけど、それがちょうどねここにかかってるんで、まあ、このネジを外すのに邪魔なんですよね。で通常のね例えば21のクラウンの普通のモデルだとこの上にねなんか入れるとこあるんですけど、これついてないんですよ。で資料をね見ると、こちらのね配管のとこを外してからこの配管で入れてくれっていう風になってるよね、 ATF を入れるときは。でうちの場合はねこことかから入れるっていう部品を持ってるんで、もうこちらの方からねオイルの方入れていくっていうやり方でいきます。まずはね一回オイルを抜いて、こっちがねオーバーフロートでこっちがドレーンなんで、ドレーンの方から抜いてね全部抜いてしまって、そういう風にねやっていきましたね。だから抜いた後にあとオイル管を外して製造して組み付けて、ここからオイルのね循環をするっていうやり方でいきますので、はい、じゃあねまずドレーンを外して、よいしょ。でまあこういう情報を置いてね何リッター抜けたかが分かるようにしておくと便利はいいと思いますよ。でこのようにサンプルを抜きます。でね、オーバーフロートの方で抜いちゃうとオーバーフロート分のね傘があるんで、綺麗に抜けないんでね、必ずドレーンでやった方がいいですね。はい、次はね、オイルパンを外します。で、下に大きい受け皿を置いといた方がオイルが散らないっていうのと、あとねこの中にもねまだ抜けてない分が多少残ってるんで、それも何リッターかは見ておいた方がいいですね。で最終的にトータルで抜けた量よりも、まあ、1リットルから2リットル多めに入れてやるっていうやり方、そうしないと最後の油量調整の時にね全く出てこないっていうことがたまにあるんで。はい、こちらが外したオイルパンのね、中側ですね。で、このストレーナー回数の AT 本体のね、裏側の方もね、清掃していきます。
で、こういう外したね、オートマ裏なんですけどね、まあ、多分こういうとことか、こうすると、ね、鉄粉が結構ね、こうついてきたりとかするんですよね。特にね、なんかこういう金属とか、こういうなんかネジのね、こういう金属質なものに特になんか鉄粉がつくんで、まあ、これをね、しっかり取っていきますね。で、パーツクリーナーとかで洗浄したらね、こういうキムタオルですね、この、毛羽立たないやつで、当てるだけで取っていきますよ。で、まあこれでね、とりあえず汚れは取ったんで、あと新しいストレーナーをはめていくって形ですね。はい、でね、今回取ってる部品がですね、ストレーナー本体と、このオーリングですね。メーカーによってはね、ストレーナーとオーリングがセットになってるんですけど、トヨタの場合は大体別売りなんで、で、あとこのドレンパッキンと、ドレンのパッキンが2個と、あとバスケットですね。で、オーリングにね、こういう垂れてるオートマオイルを塗って、しっかりなじませてやって、はめてやりましょう。新品のストレーナーはね、こんな感じで、元々のストレーナーね、ついてたやつはね、ちょっと分かりにくいから、ちょっと黒くなってるんですけどね、ちょっとライトが強すぎて、こちらなんかな。ちょっともうね、鉄粉がちょっと溜まってるからっていうね、こういうだから、オーリングがついてたところとかにも、ちょっと鉄粉がついてますもんね。マグネットをね取って、まあこんな感じでね、結構鉄粉がついてますね。結構オイルパンにもね、鉄粉が張り付いてますね。じゃあね、オイルパンがこういう風に綺麗になりましたね。これをあと組み付けていくって形ですね。はい、じゃあ今からね、圧送のアタッチメントですけど、で、このね、ツールをね、このドレーンのところにこうはめてやって、するともうここから入れれるっていうね、工具ですね。はい、じゃあ今からね、ATF のね、交換をします。一応ね、表記上はこれ CVT になってるんですけど、使うオイルは AT オイルですね。今ね
とりあえずエンジンかけてますで、ハイブリッドなんでエンジンが止まらないようにしてね回して、まあとりあえず30分とか1時間とか置いて、そこからね抜き取りしましょう。で、ここは一番最初に抜いた分です。で、今からね抜いていく分がここに出るんで、まああとはちょっとクリーニングタイムが終わってからやりましょう。はい、じゃあね今からねまずオートマを回収しましょうね。それではね、こちらを切り離していきますね。で、こちらのね、ドレンプラグのガスケットはね、新品のガスケットをはめますよ。で、今からね、最後に充填するのをするんで、今度こちらにね、アタッチメントをつけて、で、充填して、で、温度が冷えたら、ここを外してね、油量を調整して、プラグをはめるっていう流れですね。で、充填はちょっと多めに入れといた方がいいですね。じゃないとプラグを抜いた時に落ちてこない時がねあるんで。皆さん今回のサウンドチャンネルいかがでしたか。まあこちらのねクラウンマジェスタの
イル交換ですね、 APF 交換ですね、まあ、オイルパンを外して清掃して、まあね、あの補充はね参考書を見たら配管を外して入れるようにって書いてたんですけど、あの、まあ、うちはドレーンから入れるツールがあったんで、まあ、そちらの方からねあの補充の方をしました。まあ、あとはね、まあ、何回か回した後にね、それであのオーバーフロー灯から量を見るっていうのはもう他の ATF 交換と変わらないのかなって思いますけどね。ただ動画がね、1回目2回目撮って3回目の抜き取りがピンボケして4回目の抜き取りが電池切れてて映ってないっていうね、ちょっとねもっと見せたかったんですけどすみませんでした。で、まあ作業が終わったねオイルがこんな感じですね。わかりますかね、まあ、色が赤みがあって、まあ、でもね最初に抜いたオイルも、まあ、黒いですけどやっぱりまだ透けているし赤みもあるっていうね。ハイブリッドカーは多分汚れにくいのか分かんないですけどね、今までやった中でもやっぱり汚れにくいようなイメージはありますね。まあこういった形でねとりあえずオイル交換を今回しました。で、まあオイル何でも変えた方がいいと思うんで、皆さん定期メンテナンスは大事にされた方がいいんじゃないかなって思います。以上でね今回の動画終わりますので、皆さん次回動画アップするまであの少々お待ちください。